大丈夫、はい、うん、大丈夫ですか、うん、パタンってしなくていい、大丈夫。いや、まあちゃんと撮れてるかどうかも心配だから、一応カメラを見ていただければ。知ってるんですけど。違う、あれ前回もこれ逆パターンやったよね。すごい、もうちょっとさ、レパートリーが少ないとバレちゃうじゃん。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。よで、少量です。はーい。今回の動画なんですけれども、9月入りましたね。ね。9月になった。あっという間に8月が終わった気がする。てか、1日があっという間。ね。うん。月日が経つの早いよね。うん。はい。9月は何の月でしょう。何の月、うん、記念日です。何の記念日でしょう。僕らがパートナーシップをした3周年ね、になります。早い、あっという間に3年経ったね。あっという間でしたね。ね、うん、まあ、2018年の9月の6日が僕たちのパートナーシップを先生をした日なんですけれども、うん、はい、まあその日から4年目になるの、うん、そうですね、4年目だよ。丸3年で4年目だよね。うん、あっという間だったけどさ、すごいいろいろあったよね。いろいろあった。覚えてる？ちゃんと覚えてるよ。俺はね、あんま覚えてない。あ、ほんと。いや、でもなんかいろいろしたなと思って、うん、まあ一番はさ、まあその同じ年からさ、うん、YouTube 始めたっていうのがまず一番でしょ。そうだね。ね。うん、で、まあ披露宴を11月にして、うん、で、まあそれからさ、東京のレインボープライドにも行ったりとか、翌年。行った。で、台湾のね、プライドにも行ったりとか。うん。そしたらね、コロナが始まったりとか。そうだね。ね、その中でもさ、まあいろいろ記念日にね、いろんな、うん、まあ都内のホテルに泊まったりとか、うん、したんだけど、うん、まあ今回はね、残念ながら、どこにも行かず、行けず。行けずだね。いやー、行きたいよね。せっかくのさ、記念日なのに、うん、どこにもちょっと行けないっていうのはね、ちょっと寂しいです。うん、そうだね。その、楽観的な。まあでもさ、なんか落ち着いて、うん、なんかいろいろ外出してもね、特に問題ないですよっていう、まあ世の中のね、状況になれば、盛大にちょっとね、うん、お祝いしたいよね。うん、したいな。もう海外に行くのもありだし。うん、そうだね。うん。まあ国内でどこかしらね、いろんな行ったことないともたくさんあるから、そこに行くのもありだし。うんうん、というわけで、まあ今年のね、うん、パートナーシップ先生の記念日っていうのは、ちょっとまあ、うちで、二人で、はい、という感じなんだけれども、うん、あるものを用意しました。ちょっと待ってて。はい。わー、すごーい。全然すごくないだろ。すごーい。大きいチョコ。大きい。すごい。こんなの用意してくれたの？逆に嫌味。いやでもなんか可愛くない？可愛いね。ペコちゃんのチョコレートケーキ。まあ去年はそれこそ GoTo トラベルとかあって、まあ GoTo トラベル。GoTo ね。やばいね。G を Z って言う人たち。おじいちゃんかと思う。そう。ね、GoTo トラベルとかでね。まあ旅行行ってくださいみたいな感じだったけど、今年はもう家に出ないでってことなので、そうそう、ケーキでも食べて、そう。僕らの3年間の道のりというか、奇跡をね、話していこうかなと思います。思います。はい。終了。じゃあまあ。開けるよ。うん。どうする？火つける？火つけようか。ライターなんかどっかあったよ。ライター。ライター？ライターどこかな？わーすごい。これちょっと俺舐めたい。動画じゃなかったらよ、もう。ベロベロ舐めたい。翔ちゃんのベロベロ舐めるところを見せよう。やめようよ。ありましたよ、ありましたよ。捨てていいの？捨てていいよ。舐めて、舐めなくていいの？舐めなくていいよ、大人だから。もったいな。どうする？電気も消す？電気消そうかな。うん。じゃあ、はい、アレクサさん、電気を消して。私を呼ぶときに、サンドの継承は必要ありませんよ。あ、すいません。アレクサと呼んでください。アレクサ、電気消してください。いやー、いやー、3周年、おめでとう。ありがとう。今までありがとう。こちらこそ、これからも、よろしくお願いします。はい。というわけで、一緒に消す？せーの。あ。あれハッピーバースデーみたいなこと歌わないの？なんでハッピーバースデーなのよ。いや、なんか、いや、まあ、記念日っていうバースデーじゃん。
あ、そうなの。まあいいか、うん、いいよ、ちょっとよ食べようか。うん、食べよう。食べながらさ、ちょっといろんな話しようぜ。うん、あ、美味しそうこれ。生チョコケーキだって。あ、はい、うん、うん、どう。あ、美味しい。あ、よかった。うん、食べないの。食べる。うん、うん、おいしい。よかった。うん、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 いやー、おいしい。うん、まあ、去年のさ、うん、2周年の時に、うん、ホテルに泊まったんだよね。そう、インターコンチネンタル東京ベイ。そう、下に概要欄載せとくんで、うん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 、ぜひ見てもらえたらいいなと思うんですけど。そう、あの時はね、ホテルの人にお願いして。そうだよ。なんか、あ、でもあの時もチョコケーキだったね。そうかも。そう、うん、ホテルのね、オリジナルのチョコレートケーキと、うん、あとスパークリングワインかな、うん、部屋にね、用意してくれて、うん、あれ、そこも良かったよね、本当に。夜景もすっごい綺麗だったし、うん、ね、ね、うん、よかった。ケーキも美味しかったし、うん、なんかさ、じゃあ僕らさ、うん、めっちゃ喧嘩したいこととかありました。まあ、たまにはやっぱするじゃん、喧嘩。細かい喧嘩はほぼ毎日するじゃん。うん、うん、喧嘩っていう喧嘩じゃないけど、些細なやつはもうしょっちゅうあるじゃん。そうだね。でも大きいやつはたまーにやっぱあって、うん、どちらかというとすぐごめんごめんみたいな感じになって収まるんだけど、一、うん、回だけなんか翔ちゃん家出てったことあったよね。一回だけでもないけどね。え、嘘、一回じゃない。あ、一回か。そう。でもそれ以外で出て行こうってした時はもういいよ、もう待って、はい、まあ、もう、はい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 、こっち来なさい、こっち来なさいって感じでほぼ収まってた気がする、うん、でもね、その時可愛いなってやっぱ思ったのが、外に出て行ったって言ってさ、うん、言うて隣の公園にいたじゃん。すぐなんか追いかけて行ったらもうそこいたみたいなさ、可愛いと思ういい大人が隣の公園に普通だったらさ、なんかもうどっか出かけて行ったりとかさ、飲みに行ったりとかさ、迎えに来てくれなきゃ困るんだよ。なんで？俺は迎えに来てもらうために行ってるからちゃんと近くにいなきゃいけないんで。あ、そうなんだね。そうそうそう、あの、迎えに来てもらうの前提で出てるんだよ。そう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 。何、それは何なの？その仲直りのきっかけにしようとしてんの？だったらそもそも出ていかなくてよくない？まあ、まあそれ一回だけね、本当に。ん？あ。はい。はーい。ちょっと撮ろっかな。うん。来たか、来たか。来た？うん。実はね。うん。りょうちゃんにプレゼントあるんですよ。何？よいしょ。これ僕からのプレゼントなんだけど。何よ。よいしょ。じゃん。ボディートリマー。ボディートリマー。はい。差し上げます。おめでとう。ありがとう。うん。めっちゃ欲しかったんだよね。そう。だよね。めっちゃ欲しかった。言ってた、言ってた。ねえ。うん。ほんと欲しかった。買ってください。ありがとう。うん、これ、俺が買ったやつ。なんでよ。ちょうどいい時に来たのに。これね、本当に俺が欲しくてね、自分で買ったの、これ。届くの分かってたの。後でやってあげる。はい。はい。まあ、喧嘩のね、話もありつつの。うん。まあ、今までのさ、3年間の中でさ、一番思い出に残ってることとかってある？うん、思い出か。うん。でも、そうだね。やっぱりずっと YouTube と一緒にやってきたので。うんうんうん、うん。僕らがあの、まあ、悲しかった状況とか、うん、あの、嬉しかった状況とかは常に一緒に配信してるつもりではあるんだけど、うんうん、そうだね、まあ、親に伝えたこととかかな。そうね。結構、ま、いろんなとこで喋ってるんだけど、うん、親にその、カミングアウトした時、うん、かな。うん。うん。あれはちょっとね、俺も感動したもんね。うん、よかったなぁと思って、うん。言えてよかったし、うん、まあいろいろなんか翔ちゃんのさ、その時のなんか悩みというかさ、ずっと抱えてたものもあったじゃん。うん、まあそれを正直にさ、そのまあ翔太のお母さんに言えたのもまあよかったのかなって、ね。そうだね。うん、思う。うん。りょうちゃんは？そうね、なんだろうな、やっぱりさ、その、YouTube をやってなかったら、うん、やってないなってこともたくさんあるわけよ。それこそさ、なんか、披露宴をして、その衣装を、うん、また、去年だっけな、一昨年だっけ、冬にさ、東京駅でさ、はい、また来てさ、うん、そうだったね。あの、記念写真撮ったりとかさ、した。しないじゃん、普段だったら。しないしない。そういうこともできたし、うん、
それこそ最初に言ったさ、なんか台湾にさ、うん、プライドに行ったりとか、そういうのもさ、なかなかしたいと思ってても、うん、行動に移さないことも多いじゃん。そうだね。行きたいな、行ってみたいなと思ってても、だからそういう経験ができたのはね、やっぱすごくいいなと思う。うん、そうだね、うん、確かに。あとまあ翔ちゃんがいなかったらやっぱりやってないと思う。うん、そうだね。僕も、うん、まあそれこそ多分 YouTube とかをしてなければ多分、うん、ほとんどしてないと思うし。そう、うん。休みとかもさ、結局なんか家でダラダラ食うたら無駄な時間を過ごしてね、終わりとかね、うん。やっぱそういう感じになっちゃうからね。そうだね。うん、そうね、3年間で、そしたら一番辛かったことある。うん、辛かったことか、うん、難しいね。まあ何ならないでいいよ。いや、ないこともないけど。ないことないんかい。辛かったこと、うん、難しいな、うん、まあ俺はそんな辛かったなって思うことはないかな。あ、ほんと？うん。なんだかんだ毎日ね、楽しい日々をね、送れてるんだよね。うん。些細なことでさ、やっぱ幸せって感じれる。そうだね。うん。うん。本当にね、俺、冗談抜きで、本当になんか、仕事から帰ってきて、翔太と一緒にご飯食べながら、録画してたテレビ見て、二人で笑って、お酒飲む時間がめちゃくちゃ好きで、わかる。もうその時に幸せを噛み締めてるから、なんかね、悪いことがあったりとか、嫌なことがあったりしても、なんかそれで大体吹っ飛んでるからね、辛いことないんだよね。で、まあ、大病もさ、してないじゃん。そうだね。今のところ。うん、まあ、これでね、なんかま、今後さ、うん、まあ、大病したりとかね、はいはいはい、いろんなこともあると思うんだけどさ。うん、そうだね。うん。まあ、翔ちゃんがいれば大丈夫か。うん、え、何あのさ、ハートフルすぎない動画。ハートフルすぎない今日。え、いいんじゃない？どうしよう。え、殺伐としてるよ、よく。え、殺伐としたくはないけど。え、なんでここにいんのお前。いや、ハートフルすぎるでしょ。ちょっと。いいじゃん。だってさ、アニバーサリーだから。まあそうだけどさ、3周年のさ、素晴らしい。いや、笑おうよ。笑おうよ。うん。では、笑わせてよ。一発芸やってよ、なんか。じゃあ、俺は、顔面ケーキします、これ。やめなさい。もったいないからやめなさい。ひょにょ。いや、本当に美味しい、これ。美味しい。富士屋の生チョコレートケーキ。いや、甘いものもね、ほんと久々食べた。ということでね。うん、まあ、最後に、まあ、今後について。はい。まあ、3年じゃん。4年目、5年目、6年目、あると思うけどさ。うん。何かしたいことある？ここで多分ロマンチックなこと言ったら最高なんだけど。おう。なんかやっぱどんどんもっともっと挑戦したいなーとかはいろいろ思ってんだけど。あ、一緒に？一緒にでもいいし。うんうん、もう。一緒に？そういう話じゃないんですか？そういう話だ。俺一人でチャレンジしたい話を今されてもさ。そうだった。そうだったね。記念日動画ですよ。あ、そっかそっか。二人でさ、例えばさ、うん、24時間テレビとかしてさ、うん、二人で配信してさ。うん。しよう。嫌です。しんどいじゃん、24時間。いや、しんどいよ。だし、うん、24時間持たないよね。だってあれ、24時間テレビは、間にドラマとかさ、いろいろ挟まっててさ、多少なり休憩する時間があるじゃん。メインパーソナリティの人たちにも。確かに。うん。うん、うちらで24時間したらもう、うちら休み時間ないからね。じゃあみんな結構 YouTube やってる。あ、そうなんだ。うん、出っ放し？出っ放しですよ。どうすんの？トイレとかどうすんの？トイレは行くでしょ、さすがに。ご飯とかどうすんの？食べるよ。うん。寝るの？寝ない？寝はすんのかな？俺はね、やっぱり、とりあえず、引っ越しをして。引っ越しはしましょう。うん。うん。来年あたりね、うん、ちょっと引っ越しは考えてるんだよね。なんか、正直、うん、もうね、こういうことも言うのもあれなんですけど、うん。まあ、ずっと、緊急事態宣言なので、うん、うん。正直、動けない。そう。出ようと思えば出れると思うんですよ。うんうんうん。なんか YouTube してる人とかも結構出てる人も多いし。そうね。実際は。うんうん、ただまあ自分の、それってまあ自己責任でさ、うんうん、自分を守るためにも僕らは結構家にいることが多いんだけど、うんうんうん、まあ引っ越しはしてもいいかなとは思うね。そうね。うん。引っ越しはしたい。引っ越しはしましょう。うん。うん、そうね。あとさ、まあ、いつになるかわかんないけどさ、まあ、婚姻届にね、サインをして出したいよね。そうだね。いつになるんだろう、本当に。いつになるの？どうなってんの？いつだろうね。どうなってんのってこの、ないけど。いろいろね、頑張って動いてくれてる方たちもね、うん、いるんだけれども、ね、早く同性婚がね、できるようになればいいなって、つくづく思うよね。そうだね。うん。そしたらさ、また結婚式したいしね。そうだね。うん。うん、それは思うな。披露宴はしたけどね。うん。結婚式はしてないから、うん、まあ結婚式したいね。うん。
オフ会もしたいしね。そうだね。オフ会もしたいね。うん。いろいろ考えてはいるけどね。情勢的に、なかなか具体的にするのが難しいからね。今のところね。そうなんですよ。うん、まあでも、ね。まあライブもやってるところはやってるし。うんうんうん。だからまあ、その人数を抑えて、その感染状態とかを徹底した上で開催するのはまあありかな。まあそうだね。思いますよね。まあやり方はね、いろいろあると思うから、ちょっといろいろ考えて。そうだね。はい。まあできれば。うん。うん。近いうちに。近いうちに。うん。もう完全にさ、落ち着けばね、今年でもやれればやりたいけど、まあその時はね、いろいろまたご報告させていただきたいと思います。はい。はい。ひょにょ。ハートフルに終わっちゃうよ、これ。じゃあ喧嘩する？え？なんだよ。なんだ。なんか文句あんのかよ。あるよ。なんだよ。言ってみろ。眉毛なんか綺麗になってきたね。ありがとう。もともと剃ってなかったのになんであんな薄かったの？もうなんかちゃんと質になってきたよ。え、どういうこと？眉毛ちょっと薄い時期あったじゃない。そうね、何もしてないよ。うん、でもなんか生えてきた。濃くなった。うん。年？こんの。もう食べないの？食べるけど。あ、はい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 、ハートフル。いいの？ごめんごめんごめん。ねえ。面白いならやっていいけど、面白くないのやめて。そんな言わないでよ。面白いことばっかり求めない。最近もうこのネタばっかりじゃない。泣くのが強くなってきたね。そうそう。泣いたもん勝ちだから。泣いたもん勝ちですよ。だって子供だってね。ね、分かってるもんね、うん、もう泣けば親は許されるみたいなとこあるよ、ね、俺はそうだ、そしたら今も変わんないけど俺も泣こう